100年前でございます。100年前の土地、この土地をですね、穴を掘って、また水路を作り、ダムを作り上げてきたわけでございますけれども、先ほどビデオも、拝見することができました。この規模、それから工事の、工事でございますけれども、当時の八田技師の専門的な知識、努力がなければこれは成し得なかったのと思います。刚刚很多贵宾都已经有提到乌山头水库对台湾的农业发展、农业现代化有非常卓越的贡献，让150,000公顷的嘉南平原由不毛之地变为台湾的粮仓。皆さんおっしゃいましたけれども、この海外設備ダムもできたことによって、これ農業という農業が大きく発展いたしました。この15万ヘクタールという土地が穀倉地帯に変わったわけです。但其实乌山头水库造福台湾社会的不是只有农业而已，对工业也有非常大的贡献。现在的乌山头水库透过乌山头净水厂，还有曾文净水厂，把水送到南科，送到永康，民生也有使用，工业也有使用。换句话说，现在目前全世界了最先进的半导体制程3奈米，就是用乌山头的水库。